ほっ。ほっ。もう回してるからね。皆さんこんばんは。どこから聞いても楽しめるラジオクリスタルの始まり始まり、へい、本日からですね、前座劇場、前座でヘイクボタがやらせていただきます。ハーフ隊2号のヘイクボタです。よろしくお願いします。皆さん最近はどうでしょうか。本日はですね、クリスタルレインボークラブ、ラジオですね、ゲストで樋口舞さんが来ていただいております。イエーイ。樋口舞さんはですね、とてもとても、なんかシャンソンの音楽が素敵で僕も好きなんですけれど、なんか一度ライブに見にライブを見たことがありまして、とてもとてもですね、こう笑ったりなんかこう驚いたりですね、そんな素敵なライブ感がですね、僕はとてもとても印象的で、もちろん曲も歌声も、好きなんですけれど、そのなんかライブがいいアーティストっていうので僕らですね、すごい好きなんですよね。だからあの樋口舞さんのことは僕はすごく好きなんです。本日はですね、とても暑い中ですね、一日が終わろうとしているんですけれど、僕そんな暑いので、今日なんと今年扇風機デビューしちゃいました。そしたらですね、首が全然回らなくて、扇風機の、なんかこう右を向いたらこう順調にいくんですけど、左を向くとこうなっちゃうっていう感じになっててですね、扇風機をなんか毎年頑張ってくれてるんだなと思ってですね、1年休んでも回復できなかったんだなと思ってですね、今年はもうちょっとこう優しくいたわってあげようかなと思います。皆さんですね、暑い夏に夏い暑い負けないように、栄養をですねしっかりとって、素敵な夏を過ごしましょう。前座劇場ヘイクボタでした。クリスタルレインボークラブ、デリシャスなラジオクリスタル、表現する者たちの月明かりへようこそ。下町エレガント大使ピンク台風キリンがご案内いたします。ドラマチックにストーリー、愛してやまない人間模様、今夜も熱いハートは止まらない。2018年6月4日マンデーナイト21時オープン。今夜もどんなドラマが展開するんでしょう。見て聞いて参加できるラジオだけど見逃せない、楽屋トークだって公開、気取ってなんかいられないライブのようなラジオです。本家クリスタルの始まりです。大人が輝かなくてどうする、ここは大人の本気祭り、楽しんだ方がいいに決まってる、オドラニャソンソンクリスタル。はい、ご苦労様、はい、お粗末様でございます。6月です。はい、デコッパチでやってまいりました。だいぶ張り切って出しましたね。今日は暑いんだもん。長さが中途半端なんでしょう。えそうじゃないの。何、暑いからだよ。暑いから出してるの。ケリーさんでも前髪短かったですよね。キュッてまあ夜だからいいか。今お昼間出してると日焼けしますよね、本当。デコッパチがそんだけ出っ張ってたら日焼け止め丹念に塗っとかないと焼けちゃいますよ。長男あんまりそうじゃなかったんだけど、次男がさ、こう横っちょから見たらさ、お前はスヌーピーかってさDNA 丸出し笑っちゃった。やっぱりね、何もかも
ね、子供って面白い、どっかが似てるんだよね。わかるわそれ。私父親と足の形そっくりだもん。女の子なのね。困ったもんでさ、かかとの出っ張り具合とか似てんのよ。本当面白いよね。面白いよね。親的にはでもそういうのどうなの？嬉しい。なんかやっぱり自分の子供って感じで。でもたださ、女の子だったらいいんだけど、だからうちも男の子2人だから。ってお目目パッチリじゃなくてもいいのにとかさ、キリン色強いのちょっとね。そうでも下の子は ね本当にずっと髪の毛を生まれてから切らなかったの。えキャバリアみたいで。キャバリアってキャバリアも切んないもんけ。ずっと犬扱いロングコートが美しいからね。もうずっとこうやってね、こうやって幼稚園行ってたのよ。で七五三の時に衣装をね借りに行く時にさ、なんていう、お着物にしますかドレスにしますかって言って、俺は男だってありえるね。でもあの感じはね、そう、うん、今だってほんと綺麗にお化粧とかしたらまるで女の人だもん。マジですか。こんな顔してるの。そうそうあれ2号がいるでもあの感じ悪いからね。そんなことないよね。いや大体男が20歳ぐらいになってくるとそうなりますよ。もう親なん別に親なんて知らねえよみたいな。でも本当はあれなんですよ、構ってほしいんですよ。はい、大体そんなもんです。いくつぐらいになったら落ち着くわけ。40超えてからです、ね、長い。あと20年やだわ、終わっちゃったさあやろうかね。はい、イッツショータイム。今月のマンスリーゲストは久々ですね。はい、樋口舞さんです。樋口舞です、よろしくお願いいたします。お久しぶり。何この音源は。あ、これはですね、昨年の11月に発売した私たちの初のライブ音源になります。はい、ライブアルバムをずっと作りたかったんですけど、実は初めてで、はい、ちょっと取りためてたものの中から厳選して、はい、いい感じ。次じゃ今月よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、ね、はい、前半は、はい、トーク頑張るぞってところでね。そうなんですよ、樋口前いろいろ喋るぞってね。そうなんです。今までは、あのね、メンバーが結構ちょいちょいっていうか毎週のように来てくれて、ね、まあ、ピアニストの渡辺さんと2人でやったり、ギタリストのツーさんとやったりしてたんですけど、今回ちょっとあの都合が合わずに最終日だけちょっとやろうかなと思ってて、なので頑張って苦手なトークをやりたいと思います新たな前の違う面も見てちょうだいということでね。そうですね、はい、ちょっと先ほど、はい、いきなりなんですが、はい、素敵な、あ、そこに映るようになってるのかな、うん、はい、私の、ライブの、フライヤーが今日あの届いたので、家に、はい、素敵なの、ナイスタイミングということで持ってきたんですけども、なんとこう、はい、なんか昭和ロマン的な、そうです ねなんか札幌ビールみたいにしたくって素敵です、ね、でも逆に書いたらちょっと見にくいかなと思ったんで普通に書いたんですけど、はい、来年の平成31年の1月11日ですね。いいところを抑えましたね。はい、渋谷の電車ホールでホールワンマン初めてやらせていただきます。行きたいわ。あ、ぜひぜひお願いします、ね、はい、埋めなきゃいけないんで頑張っていいんだ、だいぶあるじゃん頑張ります。そうですね、だいぶあるから、ね、はい、必死で動いて頑張ろうかなと思ってます、ね、はい、まいちゃんって言うと、はい、なんかやっぱり着物のイメージが、はい、ね、ライブだと必ずね、はい、でなんとここの伝承ホールが、あの花道があるんですよ。そう、はい、なんかあの日本舞踊とか落語とかこのやっぱり日本の伝統芸能をよくやってるところで、そう、なんかみんなでこうミーティングをしたんですね、今年の初めに、で今年はホールワンマンをやろうってあのドラムの足立さんが言い出して、今までねちょっとライブハウスだったんですけど、もうそろそろステップアップしようよっていうことになって、そしたらカメラマンさんが、ずっと専属でやってる方がですね、絶対花道があるところがいいと思うっ
って言って、うん、着物だし、うん、似合うと思うって探したらなかなかなくって、うん、やっぱホールって言っても、うん、で誰かが送ってきたんですよね、ここどうみたいな、うん、バッチリ花道があって、まあ、キャパも私の、あの無理のない感じでここだって言って決めた感じです、ね、端から端までまえちゃん走って出てくんだなそうそう、いつものように走り回りますそうだったそうだったね、そうなんですよ、いつもの転ばないようにねいや結構転んだり、あの髪飾りがはーん吹っ飛んだり飛んだりねしてるよね、だから今度逆になんかこう自らこう歌舞伎みたいにこう頭を回して飛ばすっていうのもなんか演出として楽しいかな羽つけちゃう羽いつも飛んじゃうんですけどねそうなんですよね、楽しみだね。で今回は初めて演出家の方をお願いしようと思ってて、はい、あのこの片岡圭さんっていう方なんですけど、この方はあのなんか映画監督、あのインストールっていうあの上戸彩ちゃんが主演の、うん、はい、はい、あの映画を撮った方で、普段はなんかテレビの、あのプロデューサーとか、私がすごい90年代にすごい大好きだったあの、うん、フジテレビで深夜番組の文学ということっていうものを作った方で、すごくこう、なんかセンスがいいんですよね。でお願いしますと言って、はい、今回叶えました。あ、ちょっとますます楽しみ、はい、しかも出会いがツイッターっていう、嘘、そう今時っぽい、今時っぽい。で3年ぐらい通ってくれて、私が最初ファンだったんですけど、ライブ見に来てくれてファンになってくれて、で3年ぐらい通ってくれて、で今年4年目に出会って、あの実は演出していただきたいんですって言ったんですよ。ずっと思ってたけど、なんかちょっと恐れ多いなと思って言えなかったんですけど、うん、なんか今だって気がして言ってみたら、うんうん、そしたら実はずっと一緒にやりたいと思ってたからって言ってくれて、あ、そっか、やっぱり自分からこうやってどんどん言っていかないとダメなんだと思って、うん、結構すぐ遠慮しちゃうタイプなんですよ、まあ、ちゃんね、はい、もう今お母さんの顔になってましたよなってたなってた、そうなのよ、そうなんですよ、だから辛いことにも耐えちゃうタイプなのそうなんですよ ね、でもなんかこうこれやりたいんだやりたいんだって言ってた方が、うん、なんか言ってみないと分かんないっていうか、うん、分かんないわよ。そうですよ、ダメだったらダメで、はい、あ、そうそう、別にダメだったっていうだけでね、はい、またねって、そうですね、終わりじゃないから、はい、また大丈夫な時があるかもしれないから、で最近それをテーマに、はい、やってます。よかったね、はい、楽しみです。だからちょっと楽しみだ、はい、衣装すごい着替えさせられたりねそうそう、早替えがあったりね早替えとかも楽しそうですよ ねまさか宙吊りにはならないでねさすがにまいちゃんそれは違うだろうって違う方向にそっちじゃないって言ってしまったそしたら、ね、はい、今からあのだんだんにいろんなことを言わなくちゃいけないから、うん、そうです ね、なんかあっという間に来ちゃうよね、きっとね。そうですね、なんかその自分、まあ、歌とか曲作りとかだけじゃなくて、うん、結構事務作業とかすごい苦手なので、いや多分見てわかると思うんですけど知ってる、ね、頑張らないとなーっていう感じですね。はい、さあじゃあちょっとこの辺で、はい、一曲まえちゃんの曲をみんなで聴きましょうかね。はい、はい、ね、あの発売したばかりというか、うん、ちょっと経ってますけど、ライブアルバム1の中から、うん、すごい昔に作ったあの私歌姫楽団というバンドをやっていたんですけど、うん、で定畜さんからデビューしてたんですけど、その時の曲をかけたいと思います。ただそれだけの歌、ただそれだけの歌。最高なんだけど、いやなんかザワザワしましたね我ながら大丈夫かな、いやいやいや、自慢の樋口舞の世界だよね、ワールド、ワールドだよね、はい、最初に舞ちゃんに会ったの、はい、3年ぐらい前、結構前ですね、3、4年前かな、だよね、はい、でその時にさ、はい、あの CD 預かってさ、車の中でずっと聴いてたらもうさ体中がざわざわしちゃってさ言ってた、私覚えてる、すごく、ね、うん、まだお会いする前だったけど、あ、そうなんですか、言ってた、言ってた、それは嬉しいです、あれ、いや一人今日初めて聴いた人が そこでざわざわしてる方がいらっしゃいますけど、いやでもすごいでしょこのそうそうしてそうなんだよねでもこの曲を、うん、なんか作った時に、うん、ある方はこれだよって言ったんですよ、うんうんうん、あのその方業界の方だったんですけど、うんうんうん、あなたがやっていくことはこれだみたいな言って、
でそのもうあの某有名なラジオ局の理事長というか、うん、すごい偉い人を連れていくから、うんその人に聞かせようって、うんうん、ライブでこの曲を堂々と演奏したんですね、うん、そしたらダメだって言われてこんなのダメだって言われて嘘そうなんですよ、なんかやっぱ暗い、すごい暗いって言われて、まずもっと明るい曲作ってよって言われたんですやめなさい、そのモノマネセーターこんなしてる人あそうですね作ってよって言われて流行っちゃいそう動きがもう見覚えは見覚えありますよ、ね、あるそうどうしよう知ってる人だったらそう、はい、それでなんかこういうことなんだなと思いました、うん、最高だよって言って次の日に最低だよって言われて、うん、あこういう風に やっていかなきゃいけないんだなって、うんうんうん、だから自分でこうある程度ブレないようにやっていかなきゃいけないのかなって、うんうんうん、その時はそれって、はい、ある意味同じエネルギーだからね、好きも嫌いも、うん、そうですね、芸能界なんかほらもう大嫌いなとこに1位で、うん、大好きなとこに1位だったりするじゃない、うん、確かに興味がある、あるのよ、嫌は嫌でもそうですよね、そう考えると何にも残らないよりは、うん、よしと思うね、そうですね、やったってことですね、こっちくしょっとこう思いながら、はい、よしこっち側に小の字みたいな、うん、そうですね、うん、なんか印象には残ってるはずだもんね、そうですね、嫌いってだからすごい、実は気になってるってことですよね、だったらとことん次ももっとこういうの持っていけば、そうですね、分かったよって懲りずに持っていくっていつか言うかな、ね、そんな感じでずっとやり続けてますけど、うん、そうね、そして続行の私たちがね、ありがとうございますおりますのでね、はい、こう、まあ、はい、さっき紹介した、はい、このライブは1月、はい、来年ですけども、はいはい、近くみんなが、はい、行けるライブは年内はどんな感じなんでしょうか、はい、ですね、7月にあったかな、うん、あったかな誰も知らないぞ、はい、っていう感じでまだちょっと公開していないんですけれども、うん、 あ, はい、あるかもしれない、あるかもしれないで、7月からまたあの毎年恒例の、うん、ミステリーナイトツアー稲川淳二の怪談ナイトが始まるんですね、はい、始まるのでちょっとそれとこう兼ね合いつつやっていく感じで、はい、知らない方もいらっしゃると思うんですが、私アシスタント MC ということで、あの座敷わらし役でちょっと出てるのでそれは怖いぞはい、そうですね、ちょっと詳しくはじゃあホームページの方に載せるようにしますので、ね、頑張って、まあ、はい、マンスリーゲストの間に、はい、あの司会者したしっかりとした発表ができるかもしれない、はい、そうです ね, ね、はい、うん、それと蜷川さん次第ってことですね、そうです蜷川さん次第はい、それと、はい、あともう一つちょっと、うん、今日、言いたいことがあって、うん、あの最近、うん、聞き込むファンプラスというものを始めたんですよ。このフライヤーの一番下にもあるんですけど、うんうんうん、あの聞き込むというあのサイトがあって、うん、でそこではなんかその、アーティストを応援できるサイトなんですね。で私もこういったものに登録したことがなかったんですけれど、うん、なんかあのある日この社長にあの、うん、そういうのやってみないかって言われて、うん、で登録したら、まあ、あのクラウドファンディングってありますよね、うんうんうん、あれにもちょっと似てるんですけれども、うん、クラウドファンディングは何かの企画に対して課金して、うん、それのリターンがいろいろあるって、うんうん、このキッコムファンプラスっていうのはそのアーティストに対して課金するっていうシステムで、300円からできるんですよ、月額ファンディングって書いてあるね、月額もできますし1回だけでもできるんですけど、面白い、これミュージシャンしかダメなの、はい、ね、多分エンターテインメント総合サイトなので大丈夫だと思います、はい、で面白いんですよ、でそのやっぱりリターンがないとね、うん、やっぱりその課金するだけになっちゃうので、あのリターンもちゃんとあの金額によってつけていって、やっぱりあのアーティストがなんだろう、すごい売れないと食べていけない時代じゃないですか、まあ、特に日本はそうですよね、すごくいいね、はい、なのであのすごく私もどうなるかなと思って登録したばっかりなんですけれども、うん、あの意外とメッセージ付きで来るんですよ、あたのいいね、まいちゃんの歌をずっと聴いていたいので課金しますとか、嬉しい、なんていう曲が好きですとか頑張ってくださいとか、もうね感謝の気持ちでいっぱいになりますよね、ほんと、はい、あれいいこと教えてもらった、はい、みんなちゃんと書き留めて、はい、であの、ね、だからよかったら登録されませんか、あのお二人も皆さんに登録してねいただいて、じゃあ私たちも何かの形で登録しましょう、ね、緊
考えましょう何か、ね、はい、いいの教えてもらった、楽しみ、ぜひぜひよろしくお願いします、うん、ありがとうございます、はい、さあ今月はね、はい、ずっとまいちゃん楽しめるので、はい、よろしくお願いします、この深いね、うん、ね、重いやつで重いそうですね、重い曲なくなってきてますからね、うん、私がどんどん重くしていきたいと思います、ね、いいわいいわ、はい、楽しみに、はい、さあじゃあ今日は最後に、はい、もう一曲、はい、ね、聞いていただきましょう、はい、もう一曲もすごいザワザワする曲で申し訳ないんですけども、いやいや嬉しい、はい、うん、あの昔満州を走っていた一番、うん、車輪の大きな汽車の歌、超特急アジア号という曲を聞いてください。ハートバトンリレー、毎週素敵なゲストからのバトンリレー、あなたが紹介したいアーティストへバトンをつなぐコーナーです。どんな素敵な方々にバトンが届くのか毎回楽しみです。第1週目担当はジーザスです、よろしくお願いします。はい、久しぶりのこのコーナー、6月第1週目ゲストはですね、この番組にもものすごい深い縁のある方がやってきてくれました、シンガーソングライター三村義和さんです、よろしくです。よろしくお願いします。三村義和です、よろしくお願いします。とは言ってもあれなんですよね、はい、この番組的には、はい、ミムさんなんですよね。そうですね、通称ミムっていうことで、はい、本名は三村義和なんですけど、これどうしましょう、ミムさん、三村さん、あ、もうじゃ あのこのままミムで、ミムで、はい、ミム続行でお願いします。ミムさんあれですよね、だからはい、僕さっき聞いたんですけども、はい、なんとヘイ君の前にアシスタントやられてたんですよね。そうです、そうです、いつぐらいまでかな、去年の2月か3月ぐらいまで、あ、僕出会ってないです、僕が去年の7月とかに初めて来たんで、夏ですね。そうです、そうです、はいはい、ちなみに始めたのはいつぐらいだったんですか。始めたのはその前の年の16年の多分10月の終わりぐらいに初めて来させていただいて、それちなみにごめんなさい、どうやってで、もし僕の場合はですね、はい、キリンさんに突然スカウトされたんですけども、はい、あ、そうなんですか、お前用事あるかみたいな、大丈夫かみたいなで、たまたまこう空いててみたいな、あ、僕全然空いてますみたいな感じだったんですけど、ミム、ね、さんは、僕はですね、この番組だと多分時々出てくるかもしれないんですけど、一戸さんっていう方が、あ、はいはいはい、はい、あのウーさんパパをデザインされた一戸さんのまあ紹介で、はいはい、そうですね、こちらに連れてきていただいて、それはハートバトンリレーだったんですか。ハートバトンリレーじゃなかったですよね、多分そのアシスタントか、アシスタント、今ヘイ君、ヘイ久保田君やってくれているポジションというかで、やらせてもらって、一ノ瀬さんが突然、うん、突然じゃないけど番組に連れてきて、そうですそうですそうです、キリンさんとそこで会われたんですか。そこで初めて会って、はいはいはい、で一応その時に初めてギター持ってきて、あ、はいはいはい、そうそう、はいはいはい、で最初顔合わせるだけかと思ったら、はいはい、もう今日本番だよみたいな感じ、あ、出ましたね、あ、と思って、でもギター持ってきたってことはそういうことかみたいなことで、あ、はいはいはい、でもだいたい想像つきます、たどたどしくこうシャボン玉を歌うっていう、シャボン玉をカバーのシャボン玉を、長渕ですか、童謡の方のシャボン玉、あ、ごめんなさい、いやいやいや、それ分かんなくて、ね、童謡のシャボン玉をそう歌わせてもらって、それでそれでしばらく半年ぐらい、半年弱ぐらいかな、アシスタントと当時はミム劇場って言って、あ、1曲歌わせてもらったりとかしながら、なるほど、じゃああれごめんなさい、僕ヘイ君が最初じゃないんですね、劇場って、ああ、じゃあ多分ヘイ君が引き継いでくれた形に、ね、はい、なってるかもしれない、ああ、なるほどですね、はいはい、な、あ、じゃあミムさんが初代なんですね、劇場は初代なんですかね、僕の、ま、初代なのかな、その前 あるんですね、あ、じゃあもう歴代の劇場があるんですね、あるみたいですね、で僕その僕の先代の方は僕お会いしたことないんですけど、あ、そうなんですか何代目なんでしょうね、何代目なんでしょうね、正式には何代ぐらい でもやっぱり選ばれてるのは皆さんミュージシャンなんでしょうかね、そうなんですね、あ、そうなんですね、やっぱりそうなんですね、でミムさんがですね、はい、今日は
楽曲を持ってきてくださったんですよ、ね、そうですね、ちょっと早速聴いてみたいんで僕も ありがとうございます。曲の紹介をお願いしてもいいですか。曲の紹介、ホワイトという曲なんですけど、はい、これ今アレンジ段階の超なんていうか CD で出すのを想定してアレンジしてる段階、制作中の音源なんですけど、普段僕一人で弾き語りをずっと活動してきたんですけど、はいはいはい、最近紹介していただいたミュージシャンの方で尾崎宏さんっていう、はい、ペダルスチールギターっていうんですけど、あ、はいはい、ハワイアンとかですよね。そうですそうです、はいはい、ちょっと変わったギターの奏者の方とちょっと今一緒に演奏していて、僕好きなんですよ楽器。あ、そうなんですね、はい、あ、それも入ってるんですか。で今日の楽曲にはその音は入ってないんですけど、あ、でもこれからその方が別の楽器を弾いたりとかしてくれて、はい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 、その方のアレンジも入ってるんですけど、はいはいはい、そのまあアレンジ段階なんですけど、ぜひ聞いてほしかったので楽しみですね。来た曲で、はい、ホワイトという曲なんですけど、ちょっと僕の曲ってなんだスキャットの曲も割合的にはそんなにないんですけど、はいはい、歌詞のないスキャットシャバでドゥビドゥバってやつですよ、ね、的な感じの、はいはい、はいはい、スキャットをやられてるんですか。もうちょっとあって割合的にまあ多分10曲中3曲とかそれぐらいの割合で、全然想像ができなくなってしまいますけど弾き語りでスキャットですか。もうそうやったりしていて、スキャットって普通ジャズとかですよね。そうですね、だからまあなんかこうジャンルで言ったらよく分からなくなるのかもしれないんですけど、ちょっと聞きたくなってきましたねなんかそのなんていうんですかね、アレンジだったりそのいろんな、はい、アコギだけじゃなくていろんな音を入れて曲のこうイメージを膨らませて、こうなんていうの、歌詞じゃなくてこう音でイメージしてもらうっていう、あ、まあ、僕の中ではコンセプトで、もうジャンルで言えないような音楽っていうんですかね。ジャンル、そうですね、まあ、フォークといえばフォークだし、音はフォークなんですけど、はい、その聞こえてくる、あ、でもフォークともちょっと違う、ね、そうですね、多分日本でいうフォークっていうと結構なんだフォークソングっていうとこう歌詞があってっていうものが多分多いと思うんですけど、そうではなくてっていうものなので楽しみです、ね、まあ、そういう部分でもし楽しんでもらえたらすごい嬉しいなと。じゃあ聞きますか。そうですね、お願いします、はい、じゃあ曲紹介もう一度お願いします。はい、三村よしかずで、ホワイトという曲です。はい、ですね、はい、僕ドストライクです。 ありがとうございます。すごくないですか。いやいや、ありがとうございます。まずはっきり僕断定しますけど、フォークじゃないですね。あ、フォークではないですか。フォークではなくて、はい、すごく洋楽のセンスを感じるんですよ。あー、本当に。なんて言うんでしょう、僕割と UK の、はいはい、バンドがすごい好きなんですけども、はいはい、でもレディオヘッドとか。あー、でもレディオヘッド好きです。好きですよね、はいはい。で別にレディオヘッドっぽくさっていうドス、なんていうんですか、丸まんまでは全然ないんですけども、特に狙ったつもりは。そうですよね、特にそういうわけではない。コールドプレイとか、なんかそういう匂いをすごい。コールドプレイ大好きですね。あ、そうですか、はいはい。であとなんていうスキャットっていうよりも、はい、完全に、はい、なんていうんだろう、まあ、なんていうんですかね、環境音楽的な、あ、響きがありますよね、はいはい。なんていうんですか、ね、うん、まあ、スキャットっていうとこうシュビルバーじゃないけど、はいはいはい、そういうイメージも、はいはい、そういうんじゃないですもんね。そうですよね、うん、僕だから最初そっちを
イメージしてたんですけども、はい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 、全然違うんだと思って、はいはいはい、これって嬉しいです、ありがとうございます。どういう感じで作るんですか、これって。なんか多分僕初めてそのこういうのができた時ってなんだろう、曲を作ってる時に最初ハミングでこう、はいはいはい、ギターのコードに合わせてハミングでメロディーを歌ってる時にふと思って、あもうなんかこのままでも音楽だなっていう思ったことがあって、メロディーがしっかりしてたりとかすると、はいはいはい、でそのままこう歌ったりしてる時にそれをなんかこうそのちょっとした音源とかを聞いてくれたそのちょっとまあダンサーの友達がいて、はい、でこれでちょっと踊ってみたいって言ってくれたことがあって、そのまま使ってくれたというかことがあって、はい、あこれででも成立してるんだなっていうことに気づいた時があって、いやかえって今の楽曲に歌詞がある方が邪魔になるような気は確かにするんですよね、はい、あでもそうやって言ってくれてすごく嬉しい、すごく気持ちのいい、はい、なんて言うんでしょうね、はい、高揚感みたいなものに包まれるじゃないですか。あでもそこに歌詞があるとこの音楽にはちょっと違うんじゃないかなって気は確かにしますね。あ嬉しいですそうやって言ってくれて、いろんな方がいて、はい、なんだろう、そのやっぱ歌詞がないとどこを聴けばいいか分かんないっていう方も今まで結構いらっしゃって、はいはいはい、はい、でもそんな中でそうやって言ってくださるジーザスさんみたいに言ってくださる方もいて、結構そのなんていうのかな、意見が分かれるんですけど、はい、そうですよね、まあ、だから結局まあ、趣味になってしまうのかもしれないし自分の好みになってしまうのかもしれないんですけども、はいはい、でも全然素晴らしいですよね。ありがとうございます、はい、他の歌詞がある曲とかもはあることはあるんですよね。もちろん、はい、ありますね。大体比率で言うと、比率で言うと本当ライブの中で例えば30分のライブだったら2曲ぐらいスキャットこういうのをやってみたいな感じでやったりするんですけど、ライブでそういう時ってお客さんってどういう感じになるんですかね、はい、ライブだと、まあ、結構さっきの曲なんかも結構しっとりしてるので、はいはいはい、まあこうなんていうのかな、まあ、乗る曲ではないのでまあこうなんかもう瞑想に入りそうな、まあ、瞑想に入るというかなんていうんですかね、はい、まあこうしっとり聴いてくれるというか聴いてくれたり、まあ、ポカーンとされてる方もいたりとか、寝ちゃう人とかいそう。寝ちゃ気持ちよくなって寝ちゃってる人今まで見たことないんですけど、ないですか、はい、いやそれは冗談ですよ、でもいや本当すごいと思います。 ありがとうございます、はい、で、三村さん、はい、今後の活動、ライブの告知とかを、そうですね、はい、じゃあ、ありがとうございます、はい、させていただきます。そうですね、ちょうど僕地元が長野県なんですけど、はいはいはい、あちいさんとのヘイ久保田くんも長野県で、ね、ちょっと同胞なんですけど、で、ね、はい、でそこで夏に開催されてるリンゴ音楽祭っていう、僕知ってます。あ本当ですか。僕実は第1回目出たことあります。第1回目に出られてるんですね。まだ全然そのフェスが有名じゃない頃です。あ、はい、もう初開催、初開催で本当に僕も行ったんですけども、はいはい、まあ、ここだけの話、ここだけの話でラジオでなんですけど、ちょっとあんまり詳しい内容は言えない感じだったんですよ。はいはい、でももうすごい有名なフェスですよね。そうですね、はいはい、結構もう最近すごい大きくなってきてて、いやもう有名そうですよね。今はなんかその僕まだそれ出れるわけじゃなくて、そのオーディションに出るんですけど、はい、あ、はい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 、もう大きくなって結構オーディション結構やってますね、規模が大きめのもうオーディションがあって、それに今度出場するんですけど、それの告知させていただこうかなと思いまして、はい、ありがとうございます、はい、6月の24日今月、土曜日なんですけど、土曜日ですね、はい、恵比寿の、バチカというところで、東京ですよねこれ、東京ですね、東京、はい、JR 恵比寿ですね、はい、これは三村義和という名前で出られるんですね、名前で、はい、で、まだ時間とかは分かんないんですけど、それはホームページとかで、ホームページツイッターとか SNS で、はい、三村義和で調べれば、三村義和で、はい、出てきますので、じゃあ皆さんぜひぜひ、はい、特にレディオヘッドファンとかね、そういう人に聞いてほしいですね。ああ嬉しいです、はい、ぜひ、はい、お願いします。今後例えば今後どういう活動をしていきたいとかあります？どういう活動、そうですね、まあその、さっきもお話しした尾崎さんだったりとか、はいはいはい、こう一緒にやってくれるアーティストの方とかもいらっしゃるので、なんだろう、まあ、そのスキャット
もありき、うん、歌詞もありきでこうなんだろうな、まあいろいろ活動していきたいですね。たくさん聞いてもらえたら、もうたくさん活動嬉しいなと思います。はい、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。そしたらですね、来週、はい、来週のゲストを、富村さんの方からぜひご紹介ください。はい、さっきもちょっと話に出てきたんですけど、あのダンサーの、はい、あ、はいはいはい、はい、踊られた方、一緒に、はい、あの時々共演というか。一緒に踊ったりしてくれるんですけど、はい、そのコンテンポラリージャズというダンスを踊ったりとか振付師とかもされてる、はい、あのダンサーの女の子で諸岡美里さんっていう、方を、来週お呼び、あ、はい、はい、では来週するので、はい、諸岡さんお待ちしております、はい、では今週のゲストシンガーソングライターミムさんですかね、はい、ミムラ義和さんでした。どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。クリステル情報局でございます、はい、今日たまたまね、うん、ちょっとこう今月じゃないわね、今年は2月5月7月と港組がこうタンタンタンと入ってくるのでね、はい、ハートボトリネがその度にこうプツ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 ってね、はい、切れなくちゃいけないあの慣れたと思ったところにまた一からやり直しみたいなところがあってね、で まさしく本当に、さっきちょっと説明があれでしたけど、ウーさんパパ、あのクリスタルのウーさんのデザイナーの一之江さんとはもう私は20年以上のお付き合い、もっとだな、ものすごく古いんですよ、30年以上前だな、でその中でちょっといろいろ応援してるミュージシャンがいるんだよっていうのでミム君を紹介してもらって、うん、じゃあアシスタントしながらコーナーみたいな感じでやってみないって言って1年間頑張ってくれて、うん、ね、もう全然あれですね、喋りが僕のはるかに上手くてですね、僕より。そりゃそうだそうですよねあんな風になるんだよね1年間やるとねねね、なかなか、あのこれ2人ね、2人で半人前ってことでハーフタイっていう1号2号そう2人で半分っていうね何か足りないのよいつも、うん、ね、そうやってだんだんこれバトンがだからミム君からヘイちゃんにねバトンが渡ってね立派になったのかな。へい出てきたよ今出てきた出てきた、ここちょっとばかりにしか言えねえへいしか言えないっす先輩目の前にして、ね、そうですね、うん、でも懐かしいでしょ、みもね懐かしい、会えて嬉しいです、ね、本当にそうそう、みんなまたじゃあ交代する、あっはがったはがった今あーがはがった今いつでもね、あーおかしいチャレンジ し続けることってさ、やっぱり汗汗しながらさヒヤヒヤしながらやるんだけど、うん、やっぱりこう回数重ねるとできなかったことができるようになってね、あのここにやってくるの久しぶりなんだけどね、全然別に、うん、最初全然喋れなかったけどねおーできるようになってるぜとか思って、そうだよ ね、だからこういう場所で喋ったり歌ったりするっていうのは力になるんだなっていうのをね、うん、神妙になんかこうちょっと重いもんこっちの肩の方が頑張るへー頑張るへー、いややめてくださいよ全然ですよ今ね、そうやって言ったから急にロックンローラーになってるけどはい、そうですね、心は心はね、これ余裕ですよ
さあ、ちょっとここでね、お知らせです。映像後で見てくださったら分かりますけど、うん、へいちゃんに前座劇場を任、前座を任せてごらん、へいってことでね昔ね、はい、役者さんたちがアシスタントをしててくれた頃に、番組が始まる前に楽屋でね、いろんなちょっと寸劇とかをやってたのよ、はいはい、でそんなことがあって、はい、じゃあ今月からちょっとへいちゃん、うん、チャレンジしてみなさいよっていうので、今日からね、はい、毎週、はい、前座劇場へいが、うん、劇へい、前へい、戦隊ヒーローみたいですね始まったので、ありがとうございます。いろんな狭い場所でやるのでここはどこだろうっていうね、へいの家なんじゃないかってなってましたねね、外でやるときもあるかもしれないね暗くて見えないじゃないかってところもクイズここはどこでしょうそ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 う、いろんなことで楽しんでいただければと思いますね。そうですね、はい、また頑張ってください、いろんなことをね、頑張ります。うん、最初は泳がしておいて、少し経ったらだんだんみんなで、そう、おかしいんじゃねえかとかね、ダメなんじゃねえかとか、またドMの心が働いちゃう、チェンジチェンジっていきなりミミがやってくるから、あ今日2つ目いただきましたそれかジーザスがさ、やりたくなっちゃってさ、はい、今週は俺にやらせてくれとか言うかもしれないねやりますよね、仲良し、なんだこの仲良し仲良しだよ。風邪ひいた時とか俺、あ、うん、そうやって狙うのよ最初ね。バレエなんか大変よ、クラシックのバレエなんか、トーシューズに秒とか入ってる怖い怖い怖えなありましたね昔ね、あったよね、ありました。私だって体育館履きなくなったことが何回もあるもん。マジですか？あるある。クリスタルでもそんなことがあるのかしら。ありますよ、昔はね。ヘイ君のギターのチューニングめちゃくちゃ小さいやることがしょぼい優しい違うギターを感じればいいことじゃん弦切っちゃうとかじゃないもんね。チューニング緩める、戻せるのよでもそこでもうヘイ君時間ねえ、早くチューニングしてよとか言うんですよ僕。でも、うん、今度違うバージョンでやられるんだよそれに対応できるのかな。何ですかね、仲良くしようね、仲良くしよう、そうですね、あ、そうそう、仲良しがいいよ、ね、やめようぜ、そういうことね。いいのよ、2人が3人になりね、4人になり、大勢になれば、そうそう、みんなで何かやればいいんだから。多分1人前ぐらいにはなりますねそうね、ミム入ってちょうど1人前ぐらいから効率悪いみんなさ、いい子すぎちゃってさ、立たないのよ平らなのよ、出ない出ない、ね、とんがれよって言ってるのよ。あんだがみんなで平和だよねそんなわけで、はい、新たなことがね、また楽しみね、今年もつなぐでね、未来につなぐですからね、うんうん、バトンを渡していっていただきたいと思います。はい、それでは今日も無事に終わったこと、イエーイ。ではエンディングに参りたいと思います。さあ、お別れの時間ですね。お楽しみいただけましたでしょうか。週の初めにクリスタルバワー、また来週お会いできるのを楽しみにしております。デリシャスなラジオ、月9はクリスタル。次の番組はハッピートナイト、ミキナさんとカナミさんがお届けいたします。クリスタルのホームページは数字で81810crystal.com へアクセスしてくださいね。チームクリスタルの情報は映像に写真盛りだくさんでございます。どこからでも楽しめるのがクリスタルスタイル、クレイジーサイコー写真撮ってくれよはい、ありがとう。最高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 、サンキューロックンロール。忘れてる、なんか忘れてんなと思って、もういいやと思ってなんで見てんだろう写真撮っていつもと違うことしてたからねいや、今日なんか嬉しいね、やっぱりハートバトルやりたい、もう本当にまた7月休まなくちゃいけないんだよ、ね、後半たっぷりとね、年の ね、うん、またミム君にも来てもらおうかね。ね、ぜひぜひ、うん、ちゃんと1年間クリスタルをよく知ってるからさ、うん、さっき、じゃあアルバムできたら来てねって言ったら、もちろんです、プラカード持ってきてますさすがだわ
クリスタル知ってると思ってねそうやって成長していくのね。ね、本当に過去に通りすがって来たらって言って、あの来たミュージシャン一人しかいないからね。その人私レギュラーにしたからね。うっすら10年ぐらい前だけどね、その人しか来なかったよ。いや、何か大事なものを忘れちゃうんですね。本当だね、信用しないでみんなね。そうだね、それじゃあまるで芸能界みたいじゃんみたいな私は嘘は言わないよっていうねかっこいいっす、かっこいいっすさあ、それでは音楽の魔法が今夜も明日も誰かの心を元気にしてくれますように。合言葉はお互い様にありがとう。忘れてた安心して見逃してはならぬクリスタル、また来週。